マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右の薮田、対するドラゴンズの先発はベテラン山井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の薮田登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは大島。投球はこれから3球目。ストライク、空振り三振。最後は149キロストレート。第3球を投げた、ボール、アウトローへ。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目。危ない球。投球はこれから6球目。打ちました。これはサード正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番福田。第1球投げた、決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、危ない球。次は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、ショート右、アウト。スリーアウトチェンジ。薮田三者凡退に抑えています。カープまずは無得点に抑えました。2回の表、1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターはビシエド。第2球、これはしっかりキャッチしていました。第3球を投げました、打った、切れていきます、ファール。投げた、危ない球。投球これから5球目。打ちました、スタンドに入りました、ファール。投げた、打った、三遊間の当たり、小園掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番高橋。投げた、もう。さあ5球目、スローカーブ、ボール。さあラストボール、投げた、打ったに当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。高橋ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第4球を投げた、インローへ、変化球外れてボール。さあ投球は5球目、ボール。次の球がラストボール、アウトロー、空振り三振。最後は148キロストレート、投げました、3球目ストライク。さあ4球目、低めのボール引っ掛けた、キャッチャーの頭上フラフラ掴んで、これで3アウトになります。結局1塁残塁で終了です。2回の表が終わって1対0、カープ1点リードは変わりません。3回の表、1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、トップバッターは木下、外れた、ボール。さあ5球目、変化球、空振り三振。バッターはピッチャー山井。第3球を投げました、三振。最後は直球、力でねじ伏せました。次がラストボール、投げました、外角低め、見逃し三振。先ほどのプレーです。薮田この回見事な投球でした。3回の表が終わって1対0、カープ1点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは京田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ストレートはボール。さあ次の投球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、インコース低め、見逃し三振。さあリプレイです。バッターは3番福田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。次が4球目、投げた、打ちました、これはヒットになります。福田いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。
バッターは4番ビシエド。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、アウトロー。カットボールは外れてボール、ストレート空振り。次が4球目投げた、打った、痛烈な当たり、ヒット。ボールは中継、ビシエドナイスバッティングです。カープ同点のピンチを迎えます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、高橋、ひときわ大きな声援が聞こえます。投球これから4球目打ちました。第5球投げました、外角低め1回見逃し三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは阿部。今日の第1打席はスイングアウト、投げました、150キロ直球、空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。では改めてリプレイを。カープこの回ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対0、カープ5回の表1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、トップバッターは平田。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。これは引っ掛けた、破った、ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、ストライク、タイミング合いません。スローカーブ見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、打ちました。次は4球目投げました、アウトロー、際どい球、ボール。投げた、ボール。投げた、高速シンカー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、流し打ち、どうだ、取って、これで3アウトチェンジ。薮田、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって1対0、カープ依然1点リードを保って試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは大島、ここまで2打席連続三振。投げた、打ちました、いい当たり、ヒット。バッターランナー一塁蹴発蹴って二塁へ、大島ツーベースヒット、カープ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは2番京田、大きな声援が届いています。第9投げた、初球外れてボール。第2球投げました、外角低め、見送ってストライク、投げました、ボール。第4球を投げました、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、アウト。ランナー三塁に進みました。カープ悔しい敗戦です。さて今日のヒーローは勝利投手の山井、本当に今日は大活躍でした。